ち悪くね、俺これ勝ってやばくないマジで。おいしょおいしょ、はいはい、ザップギュッシュ相手、あー切ったでしょ、あ切るでしょ、おい切ったねよね、これ受けないよね。さあこれロケット圏内が、あっけー、これ来た来た来た、そうだいな、ボコボコ来たっしょ。はい、ということで今日もですね、カックエールをやっていくんですけども、デッキはですねこちらコカツを使っていきます。はい、まあコカツね、前回使った時にめっちゃ強くてね、もう本当にねやばかった。もうバレルが超回ってくるし、しかもバレルずらせば相手がねもう見せてくれるっていう、マジでね超強かったです。あとロケットがね、やっぱねロケットプリンがやっぱ純粋普通に強いですね、うん、カードとしてやっぱ強いんでね、うん、まあということで今日はね6000、ほぼ6000ですね、うん、まあこっから6-1行きたい。いや正直これ3連勝4連勝したらまあ6-1いけるんですけど、正直ねめっちゃきつい。もう6000いったらマジ感想しかおらんのよ。なんかね急に変わるよ。5990とかまではもう13とか12とか当たるんだけど、6000だった瞬間14しか当たらない。ほんまにねめちゃくちゃきつい。まあということでやっていきます。はい、まあなんですけども、まあ、限界目指すか。ちょ、6-1いったら6-3ちょっと見えてくるくらい。ほらね、言ったでしょ。マジ感想しかいないんだよ。本当にね、感想しかいなくて、ガチできつい。いや、ほんまにね、めっちゃきつい。もうね、想像のね、100倍ぐらいきついよ、これ。マジで。うわー、しかもロケットない。これ、渋。激渋っすね。もうネクロに対して、ちょ、マジないんだよね。こっち、バルキリーじゃないから、普通に誰にロケット打てへんと。うわ、もう終わったやん、これ、マジで。シンプルに終わったくない？それ、マジで。これはバレル飛ばしとくけど、これは男の許容からの、丸太で、なんかめっちゃ溶かされてんな。おかしいな。なんでさ、バレル、なんか相手無視したはずやのに。おおお、どない入んねん、ほんま。スケラ壊れやった、マジで。いや、スケラじゃない。今のはネクロが強すぎたな。いやー、なるほどね。ナイトネクロ、スケラーでフリーズありそうやな。矢の雨やったから、多分フリーズあるかな。矢の雨は多分フリーズかな。ポイズンとかじゃないんで、フリーズの線が一番高い。でも相手今切った後だから、まあ、このバレルきついんじゃない。何あれ、ウィザード、うわ、なるほどね。このバレルちょっと鬱陶しいんじゃない。あー、なるほどね。あ、でも一発チクリ、でかい。このチクリはね、だいぶでかい。さあ、これプリンで回収してあげてですね。これない、いや、えぐい。それはえぐい。さすがにロケット。ロケット不可避。あー、ロケット外した不可避。最悪。もう終わったや、もうマジで。マジで。もうロケット外したって、もう。これは一発気をするか。いや、気をしたくない。正直。したくないけど、ここを多分気をせんと、次のスケラーで持ってかれるから、丸と切っちゃうとね、スケラー来て終わっちゃうから、これナイトとか。あー、なるほどね。矢の雨あったなー。なるほどね。ちょっとね、スケラー受けがないんだよね、このデッキ。だからちょっとね、めんどくさい、だいぶ。あー、これ、相手矢の雨、打てるかな。打てるな、さすがに。うん、打てますね。オッケーオッケー。でも矢が探したら、まあ、こうプリンがね強いんで、まあ、プリンをね生かしていきたい。さあ、ただここはね丸太でうらっやってあげて、さあ一発かな。2発入ったらやばい。オッケーオッケーオッケー。いやー、これ勝てるかな。もう怪しいな。もうこの時点でめっちゃきついもん。もうめっちゃきつい。しかもなんかもうプリンス入ってるし、あ、これ絶対来るわ。お前もう脳筋すぎやろ、ほんまに。マジで脳筋すぎやってガチで、よくないってそういうことすんの。さあ、これは、丸太でいい感じのタイミングでやってあげて、やばい、逆サイバー、フリーズにとかやめてな。マジフリーズやめてな。ちょ、ほんまに危ない。いや、耐える耐えられた。オッケー、やめて、見てなかった。めっちゃ、いや、めっちゃ削れたな。ちょっとほんときついわ、マジで。いや、ほんまにきつい。ナイトでカバーして、ウィズとか出てきそう。いや、そうですね。はいはいはい。いや、これワンチャン延命できんじゃね。どう、ワンチャン延命できるくね。はい、でか、熱い。いや、それは熱い。いや、これ穴切ったっしょ。いや、マジであるぞ、これ。え、ガチであるぞ。しかも、これスケープ出せへん。おっと、さあ、それ切ったら、ここ絶対あるっしょ。いや、待って、ここでも。あ、ダメだ。いや、このバレル。もう中途半端すぎた。うわ、神！マジで熱い！いや、オッケー！ロケットで落ちる。さあ、ここさえ守れればみたいなとこある。打ちましょう。これはまあ、打っても多分守れるんで。オッケー、オッケー。あとは丸太。お染めに流してあげたら、まあ、多分折れないんでね。オッケー！いやー、熱い！いやー、でかい、マジで。いや、さっきのバラのタイミング、本来なら良くないですよ。スケブで完封されるんで。いや、あの、丸太と同時に行こうかな、思ったんやけど、あの、ナイト来て、ちょっとスケラ来るかなと思って、ひよってしまった。うん、中途半端な攻めになりましたね、今だね。いやー、でもいい。いや、オッケー。いやー、勝てた。危ない。いや、マジ一緒ね。まず一緒ね。はい。さあ、ほらね、感想と。いや、マジでね、ほんと感想しかいないんですよ。多分ね、今回全部感想やと思います。はい。まあ、今まで結構ね、まあ、10人とか13とか当たってたけど、もう感想と、はいはいはい、もうネクロね、もうなんせこの使用率やばい。マジ。ネクロの使用率ガチ高え。さあ、これでね、多分ウィザードまで見えてくるよ、さっきみたいにね。もうほんとね、ややこしい。マジで、ロケット3枚ぐらい欲しいもんな。格上、えぐ。えぐいっすね。まあ、これは一旦バレルで様子見っすね。ポイズン削りは、初めて見たな、なんか。なるほどね。はいはいはい。おいしい。
さあこれはプリンで回収してあげて、ワンチャンバルーンとか、いやでもポイズンやからな、なんか怪しいな。ゴレとか、ゴレあるな、全然ゴレっぽい的な、昔はあったよな、こうちゃんねがよく使ってたな、ゴレっぽい。さあこれ、うん、なるほどね、ネクロやからはまあでもなんやろな、これ何やってるか怖いな、不気味やな、でもポイズンやからな、ポイズンってのがちょっと引っかかるんよな。なるほどね、もうこれ逮捕立っときます。はい、ホグ来たら知りません、知りません、ホグとかもうそんなやついません。さあこれはもうバレル飛ばしてあげて、でスケ回してあげてね、スケでこれを延命、いやーかぶった、もう最悪マジで。いやーまあまあまあでも結構入ったな、思いのほか入った。いやこれはねロケ打てないですね、打ったらもう端前で積んじゃうんで、何がないかわかんないんでね、これでもうスケラ入ってるんから。あーなるほどね、いやこれさ思ってないけどさ、これ近畿できるくね、近畿できるくね、ほい、いやーでかい、いやこれは相手エリクスないぞ、しかもこれボーポイ切ったら相手エリクスないんで、多分これバレル刺さりますね、わからん、何があるかわかんけど、はい、そうオッケー、いやいい、めっちゃいい、いやめっちゃいいやんお前、えもうめっちゃええやん、ま、今の判断神すぎやろ、今のロケからのアイスピはもうめちゃくちゃいい判断したわ、オッケー。いやこれ勝ちたいね、メガナイトか、メガナイトでもなんか相手主軸なさそうだね、なんか見た感じ主軸が なさそうだから、まあ、結構なんか防衛職業みたいなとこありそうやね、ポイズンぐらいかな、あなんかバルキーに見えてないけど、なんかあのタワー裏に出てくるやつマジ見えへんのよな、あれ直してほしいんやけど、あれなんか調整ってか修正されへんからマジ見にくいんだよね、本当にマジで何出てくるか分からんのよな。あとディガーのあのダメージとかね、ディガー後ろにいる時のタワーの HP が分からんっていう、あるあるっすねこれ、めちゃくちゃ。あーバルキリー強え、マジでバルキリー強えな。あーまあポイズンか、まあでもこれは多分しょってくれるんじゃない、大砲が。痛いよ、痛えマジで、痛すぎ、ガチで痛すぎ。これナイト出して、多分端前メガナイト合流型かな。あ、来ないんだ。あ、だったら、これ相手さっきみたいにポイズンで削ってくんかな。どうやろ、端前来る。あ、じゃあこれもう一回バレル行きますか。バレル行ってあげて、多分ポイズンで削ってくるタイプですね、これ。いや、そうっすね。これ多分ポイズン削り見てますね、もう相手。相手もタイプポイズン削りや、これ。インターンよ、マジで。やばい、めっちゃ追いつかれてる。なんでこんな追いつかれんの、やばくねマジで。え、普通にやばくない、なんでこんな追いつかれんの、どうなったら追いつかれるマジで。いや、これはでも、これで守れるんで、はいはい。ほい。ほいほい。いや、これ、ロケット丸太剣なんやけど、やばい、エリクサがない。ロケット丸太剣なんやけど、エリクサがないっていう。一旦守りますか、ここ、一旦守ってあげて、さあプリンプラスの、いやいい、めちゃくちゃいい、いやプリンがいい、さあスケもいい、囲んでる。さあこれはロケマルタで終わるくね、これマルタバレルで終わりますね、マルタバレル多分これ行くな、相手多分スペルないからこれ、うれー、はいよいしょ、いやでかい、これはでかい、これは勝てましたね。いやでも相手なんか多分主軸ないっすねこれ。いやどうなの、なんかスペルもポイズンしかなかったしね。いやオッケーオッケーいやこういうのはねマジでカモっすね。いやもうこういうの来てほしい、もうポイズンとかファイブオンリーのやつとかもうカモでしかないから、もうどんどん来てほしいマジで。さあ、わあ、またカンスト、もうね、ほらね、マジでカンストしかいないんだよね、マジ。もうキーボーすら見えんもん。もうこう、マッチングした瞬間14しか見えん、マジ6000入ったら。ここら辺から多分、一気に変わるんだろうね、多分。マジで変わるんだな。さっきからなんかこういうのしかしへんな。初手なんか相手動いてきてロケット打つみたいな。いや、でもね、マスケイロケットはちょっと怖いですね、正直。マスケイロケットはちょっとね、リスクはある。リスクあるけど、俺は打っちゃいます。格上なんで。格上なんで打っちゃいます、言うて。さあ、相手動いてこないですね。まあ、なんで、これは、うわだよね。まあ、そういうのあるんだよね。大体ね、なんかマスケ単体とかじゃなくて、もうプラスアルファ入ってる、無視。いや怖え、ここのネクロ怖え、端前にメガネとか。あ、なるほどね、オッケーオッケーオッケー、はい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 、これネクロからやりたいな、これネクロからやれたら熱い。いやいい、めちゃくちゃいいな。いや防衛が神ってる、神がかってますね今の、めちゃくちゃいい。さあプリンがそうですね、やっぱりね。でまだスペルが見えてなくて、さっき捨ててきたから、これね、なんだ、何を出してくる、相手は出してこない。あ、さて寝落ちした、これあれ寝落ちしてね、え、バレル行きまーす、寝落ちしましたかねこれ、え、寝落ちしてね相手完全に、あ寝てんな、あ寝てんな、これ相手寝てんな、これ、うん、寝てますわ俺、知らんけどなんか俺の相手結構寝落ちすること多いんやけど、めちゃくちゃ、あ俺の相手マジ寝落ちすること多々あり、それかさっきの防衛でもう相手はもうね、泣いてしまったかわからん。いや多分落ちたに近いな、多分お母さんに言われたやつだな、あんたご飯できたよっていや知らんけどな、いや海外からは分からんけど、いや今僕が撮ってるのはお昼だけど、まあ、海外やってるかもしれないんでね。
あんたお昼じゃないご飯できたよ、はい降りてきんしゃいって言われてるわ多分。いや待ってママ待ってとかやってオッケー、まあまあでも勝つのがいいや。これでもつい勝てば6-1いけるからね。いや6-1いったら結構やばくね。え6-1いったらガチやばくない、正直ガチやばくね。俺もう6戦ですらしんどいもん、うん、6戦ですらいやもう無理やもん。だってもう14しか俺はもうほんまにきつすぎる。でも今はちょっとマッチングが良すぎる。いやしかも相手のデッキ何だったの、あ 見れなかった、まあいいや。マッチング良すぎるよ先。うわやべえ、これメガナイトディガー見えてんぞ。これメガナイトディガーがバナーにあったぞ。これ怪しいな、こいつ大体あれなんよ、大体メガナイトディガー入ってるからな。もうバナー通りだ、隠れてね、バナー通りだからだ。これいやーマジっすね、これマジっすね。だいぶうわそうっすね、やっぱりね。はいはいはい、よいしょ、アイスペ止めてあげてからの再いやーマジで入らんなーガチで。でもこれはね、大砲頑張ってくるんじゃない。どれがやってくれるかによって丸太切るかどうかによって変わってくる。 OK、 これはまあプリンでいいや。やめるよ。おーはいはいはい。うわーマジロケット打っていいかなーてか打つしかないな。打とうこれは。いやただ端プリがねマジできつい。いや OKOK、 いやこれどうやろう。いやプリン優秀すぎんかお前、マジでプリン優秀すぎんかガチで。これ近畿できると思う。ほい頼む。ちょ、アイスピ、頑張りすぎないで。オッケー、これ、格上ならではの動きですね。格上だったから、まあ、今のはね、参りました。近畿できました、今のは。格上だから近畿できたことですね、今のは。オッケー、オッケー。じゃあ、これに相手多分、何やったっけ、縦線か。縦線切りたいっしょ。だから、縦線切った後にバレル行きたいですね、これ。相手待ってんの偉いな、これ。これバレル行ってあげて、でプリンで回収してあげてと思ったけども、回収、うザップきちゃー。もうザップがね世界一きつい。もうね丸太よりザップの方がきつい、正直丸太よりザップの方がきついですね本当に。もうまず見てから出すだけやもんな。んなん、いやこれコウモリかな、マスケか、真ん中。いやそうですね、真ん中マスケですね。いやこれはアイスピアと死んじゃうから、まあ、泣いていくしかないですね。まあ、ただここの、受けが相手は少ないだから裏っすね。これ裏飛ばし上げて相手前に飛ばしちゃいそう。メガネ俺はね言ったっしょ、これねマジでね刺さるんで。いやオッケーオッケー、いやもう死ぬほど入っとる。いやガチである、いや熱い。いや待って、それはせこい、それはせこい、お前マジで、それせこい、その前プリせこい、マジで前プリせこいんだよ本当に使ってるやつが言うやつな、ほんまに前プリせこい。でも前プリガチせこいよな、思わんみんなせこいっすよねやっぱり。はい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 、いやマジで守って、お願いだから守って。オッケーオッケー、はいはい。おザップ切った、熱い、ザップ切ったよ相手。ちょっと待って、これ絶対死ぬ、やばい、アイスピア、うわー危ねー、マジでこれ前プリ切る。お、いやー今回しっかりやってあげて、さあこれは前目のバレルやってあげて、さあザップを誘うと、ザップ誘ったけど来なかった。やばいこれハードカウント来るよ、やばい、ここのハードカウント、絶対守れよ俺やばいガチで、ちょっと待って、マジで負けたかもしれない、マジで守れる気しちゃうの、ここ守れる気しちゃう、正直守れるか、だいぶ怪しいとかのレベルじゃないな、普通に守れへんな。ちょっと待って、普通に守れへん、どうしようおいしょ、いやでもこれは近畿っていうかあっち行ってくれるから、オッケーオッケー。さあこれ大砲でやって、いやあるなこれ、いや待って、うまっ、マジで、え見せた、あオッケー、いやでかい、それマジででかい。いやただここねちょっとまずい、いやだいぶまずい、はいはいはい。さあアイスピがゴミってるけど、なんかめちゃくちゃいい感じ。さあザップがあるよ、ザップ切ってくれ、オッケー。いやこれ、いやでもロケ2周じゃないよな。いや、オッケーオッケーオッケー。いや、前プリはしない。オッケーいいよ。さあ、落ち着いて。いや、ここはちゃんと巻き筋潰していこう。さあ、大砲置いといてあげて。はいはい。オッケーオッケー。いいよ。はいはい。これはもう丸太で。よいしょ。やってあげつつの、プリンがこれか、多分ね、結構頑張ってくれるんで。はいはい。こっちにやってあげてね。はいはい。いや、いい。いや、マジでいい。歩くね？これガチで歩くね？ガチ歩くね？俺、これ勝ってやばくない？マジで。おいしょ。はいはい、ザップギュッシュ相手。ああ、切ったでしょ、いけるでしょ、俺切ったのよね、これ受けないよね。さあ、これ、ロケット圏内が、オッケー、これ来た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 ー !6-1 来た。いや、もうやべえわ。今日覚醒してるわ、ガチで。今日マジ俺うめえわ。今日うますぎるわ、ちょっと。いやー、でけえ。メガナイトディガーに勝ったわ。オッケー。いや、でも、近畿できたんが熱かったね。いやー、やべえ。6-1みんな見たことある？カンストってなくてオール順位で6-1行ったこと見たことある？みんな。いや、なかなかやばいんじゃないこれ。オッケー、いいね。ちょっと6-3見えてくる？これ。ちょ、枯渇じゃねやっぱ。どうなん？枯渇なんかな？でも枯渇強いよな。
いやなんか一番、いやでもね、やっぱドリルも強いんだよ。ドリルも強いっすね。ドリルか、まあ、枯渇、まあ、26あたりかな、やるなら。あとこれか。まあ、ちょっとね、マジ、シーズン残り2日ぐらい、ちょっと頑張りますわ。63いけたらマジでやばそう。本当に。いや、マジで世界一まである。マジ63までいったら。まあ、ということでね、この動画だったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ということで、また次の動画で会いましょう。バイバーイ。